はい、酒好きな俺の、ちゃう。酒マニア、ユッキーの、飲酒動画、始めていきたいと思います。今回からね、ちょっとか、名前を、タイトルを変えようかなと。ね、いうことで、始まりました。はい。今回は、なかなか珍しい、名前の、カクテルを、紹介したいと思います。電気故障博士というですね、ドクターペッパーと電気ブランを使った、カクテルですね。まあ、電気ブラン。今回は、電気ブランのオールド使います。電気ブランを 30cc。電気ブラン 30cc。そして、ドクターペッパーを適量加えて、軽くステアし、完成と。まあ、ドクターペッパーも電気ブランも大好きなんで、これうまいんじゃない？さすがに。さすがに。美味しいんじゃない？ね、できました。 エレクトリックドクターペッパーというね、まあ電気ブラン、まあ名前のあれは必要ないでしょう、説明はね。じゃあ乾杯。ああ、久しぶりにこのドクターペッパー飲んだ。うまい。うまい。あのね、ドクターペッパーってね、意外とね、関西の方で売られてないんですよ。で、新潟っていうかね、関東方面だと売られてるんですよね。まあ、なんでかは、確か工場がなかったとかなんとかっていうのを聞きましたが、工場がないらしいですね、そちらの方に。関西の方には工場が、ドクターペッパーの工場がなんかないと。うまい。まあ、うまいんだけど、電気ブランの味があまり。あまりない気が。ちょっと 30cc 少ないんじゃない？
うん。まあ、電気ブラン自体甘いやつなんで、ドクターペッパーも甘い。うん。ね。ので、ちょっと甘い。かな。うん。ドクターペッパーもうちょっと、まあでも普通にドクターペッパーのラムコークとかでうまいんじゃない？それで。電気プランは甘いからさ、甘いものにさらに甘いものを追加するよか、個人的に、まあ、グレープフルーツジュース割りとかね、いわゆる甘くがないものと割った方が相性がいいとは思うんだ。ドクターペッパーとかで割るよかは、もうちょっと甘さが抑えめの、ちょっと 45cc でちょっと試してみましょうか。電気ブラン 45cc のドクターペッパー適量。まあでもやっぱドクターペッパーうまいよね。本当うまいよね。アミヤバーも行きたいんですけどね。じゃあ乾杯。うん。まあでもやっぱ甘いね。うん。でもまだこっちの方が 45cc の方がまだ。電気ブランの味がだいぶ出るんでいいんじゃない？うん。ね、以前確か俺言ったと思いますけど、このカミヤバーの電気ブランのね、カミヤバーのあれあれ、これちょっと待って、これ電気ブランちょっと待った、これ電気ブランオールドじゃねえじゃん、あれ間違えた、普通に電気ブランオールドと間違えて普通の電気ブラン飲んでた。なんということだ。これじゃ甘いわけだ。道理で甘いわけだよ。電気ブランと言ったらオールドでしょ。こっちは電気ブランの30度の方ですからね。こっちはダメ。こっちはうまくない。まいった。もう、あ、まいったまいった。まいったというか、しくった。完璧にしくった。やばい、ドクターペッパーの残量もなくなってきた。もうドクペちゃんも、もうなくなってきたんだが。大丈夫か。ドクペちゃんが、もうあと3分の1しかない。
まずった。30cc。 まあいいか、30cc でちょっとやっ作ってみるか。作ったね。まさか普通にな、なんの、俺というあろうものが、ああ、まあね、電気ブランのね、神谷バーの電気ブランのグラスが欲しいと、以前かなり言ってたんですが、うん。こちらがね、うん。まあめちゃくちゃ欲しいんですが、ね、行かないんで、まあ、なあと。うん。うん。まあ。ね。特に話すことはないんです。あ、今日そうそう。PM2.5 が、新潟にね。というか全国に襲来したと。なんか、今日の朝ね、なんか、俺の兄貴が言ってたんですけど、なんか、もやがかかってるって言ってたの。外がもやがかってる。でですね、その原因が、まあ、PM2.5 でしたというオチなんですけど、とうとう来たかと。ああ。うん。でも、やっぱりドクターペッパーってのはうまいですね。うん。なんだかんだで。多分ね、飲んだことない人もいると思うんですよね。だいたいね、大阪の方の人はまあ、見たこともない。可能性もなくはないです。大阪の方、まあ、売ってないですからね。うん。ほぼ売ってないです。俺なんて仕方なく、なんだっけ、ヤフオクで買ったぐらいですから。飲みたくてたまらなくなり。あのね、ドクターペッパー1年間ぐらい飲まないとね、俺の場合ね、かなり重度のドクタラー、ペッパラーなんで、飲まないと禁断症状が発症しですね。ぬわーってなるんですよ。なので、まあ、とりあえず、電気ブラン 30cc じゃなくて 45cc でいいな。電気ブランオールド 45cc 加え、そして
ドクターペッパー。適用。よし。今日ね。まあいいや。ドクターペッパーうまいですよ。ただし、ドクターペッパーはね、500ml のやつと350の缶のやつしか売ってないんで、1リットルとか 1.5リットルのやつは多分売ってないと思いますね。少なくとも俺は見たことがない。多分売ってないんでしょ。コカ・コーラみたいに、ね、1.5 リットルのやつ売ってもらいたいんですけど、でもこれコカ・コーラなんですよね。販売したコカ・コーラなんですけど、できないんですかね、ドクターペッパーの 1.5 リットル。高いのかね、やっぱり。コスト的に、というか、そこまで需要がないのか。じゃあ、乾杯。うん。ああ。ああ、もう急に、味が、シャープになったね。さすが。甘さが消えてちょっと辛口ドライになったね。ドクターペッパーでググります。まあドクターペッパーはね、最近発売したドクター、違う。コカ・コーラのチェリー味。ってのが最近コカ・コーラで、一般的に全部出たんですけど。それと似た味がしますね。うん。まあ、こちらはですね。アメリカで最も古い炭酸飲料ドクターペッパーは、1885年、ウェード・モリソンと彼の経営するドラッグストアで働いた、チャールズ・アルダートンにより、米国テキサス州のウェイコーで誕生しました。製品名の由来は、モリソンの、おじにあたる医師、チャールズ・ペッパー博士にちなんだものだと言われています。こちら20種類以上のフルーツフレーバーをブレンドした独特の味わいに加えて、ポップで楽しい独自の世界観を打ち出したパッケージデザインが個性的で自由、活発な若い世代にはぴったりです。だって。まあいいや。うん。まあ、ドクターペッパー。有名ですけどね。知らない人もいるんじゃないか。ドクターペッパーでググるとなぜかドクターペッパーまずいという他のキーワードがね出てくる。あ、でもこれドクターペッパー俺大好きで、あまりに好きすぎてですね、ヤフオクでドクターペッパーの日本版じゃなく外国版をね買ったぐらいですね。外国版 355ml という、微妙に多いやつ。5ml。多いやつなんですが。まあでも、うん。これはあれだ。やっぱこれ電気ブラン 45cc じゃなく、これあれだ。30cc の方がうまいわ、多分。絶対。うん。これはあれだ。30cc にした方がいい。いいわ。絶対。うん。うん。まあ、ドクターペッパーは先ほど言った通り、一応アメリカのあれだと。アメリカのね、
方のジュースで、まあ、アメリカで作られた、まあ、ジュースとなってますが、うん。まあ他にもドクターペッパーチェリーとかね。あと、なんだ。ドクターペッパーチェリーバニラとか、さらにダイエットドクターペッパーとかありますね。うん。うまいです。普通にうまいです。うん。ちなみにドクターペッパーよか、恐ろしくまずい、というか上級者向けのやつも俺買いましてですね。うん。ルートビアという、まあ、ジュースなんですけど、一応、沖縄県では超有名なジュースらしいです。が、こちらがですね、ルートビアという、ビールじゃないんですけど、普通のね、炭酸飲料なんですが、そちらがですね、サロンシップの味がするという。俺それをワンケース買ってですね、後悔して、あまりにも強烈すぎてですね、後悔したんですが、うん、まあ、泣く泣く飲みましたけどね。うん。サロンシップの香りの味がするという。ものすごいパンチが効いてる。すごいです、あれは。うん。ね。まあでもドクターペッパーはね、普通に日本で売られてる中で、まあだいぶ個性的な味なんですが、それのね、このドクターペッパーのね、3倍ぐらい個性的な味が、その、ルートビアという。まあ俺が買ったのはダッズルートビア、ルートビアっていうやつなんですが。うん、これがとてつもなくまずい。まずいっていうか、まあ、慣れてくると、まあ、マシになってくるんですけど、ルートビアっていうのはね、ルートビアでググります。で、ルートビアでググるとなぜか、また他のキーワードで、ルートビアまずい。ルートビアサロンパスとかに出てきますね。ルートビアウィキペディア。うん、ドクターペッパーの方がはるかに美味しいです、これが。ルートビアはアルコールを含まない炭酸飲料の一種。商品としてのルートビアはアメリカ合衆国において19世紀中頃に生まれたとされる。ここからですね、重要なんですが、バニラや桜などの樹皮、リコリス過去甘草の一種。の根、過去ルート、サルサパーリア、過去ユリ科の植物の根、ナツメグ、アニス、糖蜜などのブレンドにより作られると。もうものすごいですね。ジュースに使うものなのかっていうぐらい、まあ俺この中で知ってるのはナツメグとアニスぐらいですか。アニスって言ったらやっぱりあれですよ。お酒で有名な、なんだっけ。アブさん。ね。アブさんのものすごいあれですよ。香りの。まあ、非常にものすごいと。でですね、沖縄県だとですね、普通にファーストフード店、まあ、いわゆるマクドナルドとか、そちら辺で、
A&W レストランっていうものがありまして、うん。そこに、飲み放題とかのがあるらしいですね。まあ、このルートビアっていうのは、種類がありまして、パッケージに A&W と書かれているのが、まあ、ごく一般的なものなんですが、俺が飲んだのは青いパッケージの缶のダズルートビアという。まあ、何が違うのか全くわかりません。うん。俺、この A&W の方も飲んだんですが、味的にほぼわからない。多分飲み比べないと全くわかんないんではないかと。いうレベルでした。とにかくまずいです。まずいっていうか、もう強烈なほど甘さがまず強烈なのと、とにかく甘いのと、さらにサロンパスの味の香りがするんですよ。いや、香りの味か。これは強烈ですよ。でも逆にね、飲み始めてから、まあ、いわゆるドクターペッパーも最初ちょっと、どうだったか忘れましたけど、まず一本目はまあまずいって言って飲むんですよ。で、しばらく経って、あ、なんか久々にこれ飲んでみたくなるわ、みたいな感じでもう一回飲むんですよ。あーって。二杯目はあーってなるんですよ。で、三杯目から、あれと。もうすでになんか、なんだかんだ言いながら3杯ぐらい飲むんですよ。あれこれうまいんじゃないかっていうレベルに落ちる。まあ不思議なジュースです。こちらはですね、普通にヤフオクに売られている可能性が結構安くはないか。まあ売られてるという可能性はあります。うん、一応、ルートビア。ビアと書いてるんですが、一応、ビールではなく、アルコールではないです。ので、安心ください。ですね。あれ、沖縄県にある、A&W。という、ね、ハンバーガーチェーン店みたいな。多分沖縄にしかないと思うんですけど、すっごいアメリカンチックなのがあるっぽいですね。今ホームページに来てますが。すごいですね。やっぱ沖縄って言ったらまあ、アメリカのほら、あれが軍事基地とかがあるぐらいなんで、まあ、そこら辺の影響をだいぶ受けてるんでしょう。うん。まあ、バーガー店ですね。いろいろバーガーが売られてて、そして、ね、ドリンクには、もう、ルートビア。というね。ね、それがもう、売られてると。もうだからこれはもうアメリカの、ね。ではまあ割とメジャーなルートビアというの、メジャーなジュースだと、いうことでしょう。すっごい怪しげななんか熊の、すんげえファンキーな、いやアメリカンチックななんか、ね、キャラクターがいる、まあハンバーガー店っぽいですけどね。なかなか。うん。まあ、これはルートビアもね。あ、ルートビアニコニコに飲み比べっていうのがありますね。ルートビアの飲み比べだって。最高がないから一発超えていきまーす。A&W のルートビア。ですね、左側
あ、なんだよ。これ、俺が望んでるあれじゃないですね。ダッズルートビアと A&W のルートビアの飲み比べではなく、もう、さらにマイナーな、ね。いわゆるパッケージの古い新しいで味が変わるっていう感覚で、まあそういうのありますよね。例えばドクターペッパーだって何回か多分、これパッケージデザイン変わったと思うんですけど、結局多分それの、それでちょっと味が変わったんじゃねっていう、それで飲み比べしてる人の、うん。まあ動画でしたが、いやでも、うん。そういうのあると思いますよ、俺も。俺も何だったっけな。なんかで、まあありましたね。うん。ちょっと今思い浮かばないですけど、そういうのは確かにあります。うん。あ、普通にコカ・コーラのドクターペッパーあれだぞ。500ml 缶じゃねえ、缶じゃねえや。あの、このペットボトルで、かける24本で、Amazon に売られてますね。2281円。一本あたり95円だそうです。普通に安いじゃん。まあ安いじゃんって言っても、一本ぐらいで飲みたいよね。初めて飲む人間には、ね。そんないっぺ買わねえよって話ですけどね。ルートピアも売ってますね。その関連商品とかで。うん。ルートビア。ね。売ってますけど、送料無料ではないのか。多分ね、ヤフオクでルートビアでググれば出てくると思うよ。今、ググりましたが、ありますね。うん。てか、スミノフルートビアフロートってあんの？そんなのあったの？すげえな、スミノフのウォッカのルートビアなんてあんの？初めて知った。しかも、クソタケシ。ああ、安いですよ。350ml 缶の一ケース24本入りで、ヤフオクで1580円で売ってます。安いですね。うん。一本あたりいくらだ？ 70 円ぐらいか。70円か65円ぐらいか。うん。まあ、送料込んでも、送料含んでも2000円ぐらいか。まあ、90円ぐらい。1本あたり90円で買えますけど、あまり俺おすすめしないですね。まあでも、どうしても飲みたいっていう人はまあ、いいんじゃない？ドクター、少なくともドクターペッパーが飲めない人間はもう、買わん方がいいです。絶対。確実に、捨てる羽目になります。それが上級者向けです。
間違いなく。ただし、割とハマってくる部類の、ね、飲み物なんで、と言いますけど、結構どぎついんで、まあ、いきなり24巻買って、うん。というのはなかなか厳しいものがある。かなり厳しいものがあるね。まあでも、日本で売られてる中で一番どぎつい飲み物が多分このルートビアだと思いますけど。時点でドクターペッパー。その時点で、さらに時点で、まあ、ガラナかな。ガラナって飲んだことあるかな。わかんないけどね。まあ、主に北海道で有名で売られている、ね、ものなんですが。コーラみたいな。ドクターペッパーみたいなやつですかね。うん。でですね、Amazon のレビューには、ね、どう見ても湿布でした。本当にありがとうございましたって。サロンパス、甘い、バニラ、癖がある。好き嫌いがはっきり分かれる。というね。などなど。皆さんの評価に触発されて、興味本位でポチってみました。そんな私の感想を申し上げますと、一口飲んでみたところ、湿布以外の何物でもありませんでした。間違いないです。間違いないです。うん。もうサロンパスです。本当に。これほど、わかりやすいレビューもない。もうサロンパス。以上。終了っていうぐらい。それです。ね。ということで、まあ、長々とね、ドクターペッパーに関する、まあ、ドクターペッパーに似た、部類の飲み物をね、紹介しましたけど。本当に、そういう意味でドクターペッパーは非常に飲みやすいなと。ね。飲みやすい部類ですね、と。言わざるを得ない。これはね、また言うけど、電気故障博士ね。電気故障博士は俺がおすすめするとしたら、やっぱり、レシピ通りの 30cc で、電気ブランのオールドを 30cc。少なくとも、オールドじゃない、40度じゃない電気ブランは、使わない方がいいかな、と思いますけどね。やっぱ30度の電気ブランはちょっと合わない。オールドを 30cc でいいと思います。4454で。うまい。お疲れ。